321321チャンネル。新人王1位と3位、おめでとうございます。ありがとうございます。お割り会ちょっとやってみたいってことで、女子会パジャマパーティーを企画しました。はい、ハードターン。せーの、じゃん。え、ここでいいですか？じゃん。お互いの第一印象は？あー、なるほどね。うん、私はね、うん、初めての時は、うん、ボイトレのレッスンだったんだけど、覚えてる？覚えてます。自己紹介一人一人するみたいな。うわ、もうめっちゃ嫌やったな。自己紹介って嫌いなんよな。とりあえずまず可愛い、ね、めっちゃ透明感すんごいもうやばいと思って、ですごい一人行動すること多いじゃん。確かに気づいたらあれどこにどこにいたみたいな感じで、うん、確かに初めましての時もすぐ帰ってたから、うん、あ、一人行動が好きな人なんだなと思って。なるほど、うん、めっちゃ人見知りやん、うん、心開くのに時間、うん、けどもう今は普通に喋れる。開いた？開けました。よかった。静かな子ってより印象ですね。いや、私はね、それこそレッスンやった、うんうん、先にゆかりちゃんとまおちゃんが、うん、あの加入しとったよね、うん、知ってたね、うん、で、あ、アイドル部なんですけど、あ、ですけどアイドル部で出会ったから、うん、後のイベントで入ったっていうので、うんうん、めっちゃ2人がさ心配してくれてさ話しかけてくれて、うん、覚えてる、覚えてる、覚えてるよ。で、うん、なんかその年齢とか聞いたりしてびっくりした、うんうん、みたいな。めっちゃ若く見えるやんみたいな。すんごいびっくりしたのと、2人がなんか仲良しですごい、うん、私はお姉ちゃんと一緒がいいからこっちついてきたんだよねって言ってるのを見て、うん、かわいいって思ったっていうのが最初の印象ですね。仲良しの姉妹だよなっていう印象でしたね。ありがとうございます。じゃあ、いきますか、はい、ちゃん。何か二人のエピソードある？二人のエピソードなんかあるっけ？なんか二人で出かけたりしたことはない、うん、それなんか今回初めて二人で一緒にお泊まりみたいな、うん、できるっていうのめっちゃ楽しみで、なんかいくつか企画もさ、うん、あったね、いただいてた中でお泊まりしたいですって言ったから、うんうん、なんか話すの楽しみだったんやけど、うん、やっぱね、お姉ちゃんがおるやん、うんうん、一緒にこいち、うんうん、で、そこでこう一緒の会話を混ざらせてもらうことが多いから、うんうんうん、3人が多いよね。確かに2人でなんかってあるか、あるっけ、なんかない、同じパート歌う、2人で歌うとか、え、ないっけ？2人ないよね。あ、ないわ。2人、なんか4人での中に2人いるとかはあるけど、2人ってないよね。ない、うん、確かにないです。ないこれからあの愛を育まれていきますね、よろしくお願いします。イヤホンガンガンゲームって知ってます。お互いが、はい、お互いにちょっと言いたいこと、伝えたいことをまず書いてもらって、それを伝えられるか伝わるかっていうのをやりたい。あ、なるほどね。じゃあ画面に見せますね。こちらです。聞こえる？お、聞こえない。こんにちは。いきますね。やりますね。始まってる？まだ食べ過ぎなのに細すぎなんだよ。聞こえる？聞こえてない？食べ過ぎなのに細すぎなんだよ。全然わからん。食べ過ぎなのに細すぎなんだよ。もう一回。食べ過ぎなのに細すぎなんだよ。食べ過ぎ？なんだよ。細すぎだよ。はい、終了。終了。はい、正解は何ですか？食べ過ぎだよ。細すぎだよ。でもほぼ合ってる。合ってる。食べ過ぎ。
じゃあお願いします。どうしようかな。よし、できました。はいはい、ひらちゃん目つぶったままで、はい、画面に見せてください。はい、こちらです。おお。よし、じゃあ行きます。いくよ。あ、はい。いくよ。いつも心強い。いつも大掃除。いつもいつも心強い。トトロ。トトロ。ねえ。こおこここころ心ず心つずつよどい。え、なに？あ、惜しい。心すごい。なに？ずよいすごい。ちゅちゅずすすずすすずしゅずすごい。違う、なんだ。惜しい。ずいつも心強い。すごい。前すごいしか見えない。強い強い強い。ああありいりうあいうえおりりりりりりがややががたがありかとそありかそ。惜しい。言っといて言っといて。もかもか。いつも心強いありがとはかとううありがとう。はい、じゃあはい、バイバイ。いつも心強いありがとう。うんうん、まあ合ってる合ってる。何ありがとう。心心強い。心強いね。そういうことか。心ハートが強いみたいな話かと思った。心強い。あ、ありがとう。そんなそんな、うん、何がですか。成功。成功です。マジ難かった。マジおもろかった。十で。急に急に。じゃん。配信で一番心に残っている思い出は？今回のこの企画の新人戦のイベントの時に、ほんとみんなが最後までこう頑張ってっていう感じで応援してくれて、なんかこのイベント期間中にさ、ライブがあって、結構、まあ、ライブの時とかってもうそっちに頭がこう切り替わったりとかっていう、私はそういう感じなんですけど、なんかライブでもこうチェキ取る時とかにみんなが頑張ってねってこう直接なんか応援してくれた、来れなかった方もいるんですけど、なんか結構それが印象に残ってる。またいいことを言ってた。という感じで。私はケーキをこうやって持ってたら全部ボドって落としたことですからね。やったケーキ買ってきたよってボドって落としたってなったのが一番の思い出です。やばいやばい。聞かれてもないのに。はい、ということでじゃあ私いきますね。はい、これ最後にいい質問です、ね、今後の目標、ラブ配信とその他のことで。今後の目標か。でもまあちょこちょこ言ってるのは、アイドル部のグリッターシステムの曲がバズってほしいなってことを思ってて、なんか曲がすごい好きだから、ポーンって跳ね、今の時代は何があるかわからない、跳ねてくれて、なんかアイドル部とか
か無理くりたシステムがすごい有名になったら嬉しいなって思うし、うんうん、なんで頑張ってるのかみたいなところで言うとやっぱり、まあ、私も活動とか始めて5年ぐらいになるんですけど、うん、もう5年前からずっと今も応援し続けてくれてる方とかもいて、うん、でもやっぱこういう業界なんでずっと好きでいてもらうことってまあまあ大変で、うん、離れちゃう人ももちろんいるしっていう中でも今でも応援してついてきてくれてる人がいや塩見あの時から俺応援してたんだよ私応援してたんだよって自慢できるような人になりたいっていうのがやっぱあるから、うんうん、みんながついてきてくれてるっていうモチベーションで有名になりたいなみたいな気持ちはすごい強いんで、うん、それで言うとやっぱライブ配信とかも新しい人もすごい知ってもらえたし、うん、だからどん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 新しい出会いを作ってやっぱ距離近いっていうかまあいろんなコミュニケーション取れるのが良さだと思うからなんか身近に感じてもらえたらいいなと思っております。あー、また。どうぞ。あ、私むずいな。今後の目標、まあ、キラちゃんが言ってたのと同じなんだけどそのグリシスをやっぱりもっとなんかもう誰が聞いても知ってるみたいな感じのグループになっていきたいなって思って。なんかグリシスってさ、まあ、最初の1期の曲で2期の曲とさ結構違うじゃん。確かに。なんかかっこいい系からなんか可愛い系、うん、結構幅広い感じでやってるから目に留まりやすいのかなって思ってるから、そうだからグリシスをもっとなんかみんなに知ってもらいたいなっていうのが目標ですね。あと配信では、配信ってまあなんかどこでもできる環境だし、もう北海道から、まあ、海外から見てる方とかも、あ、そうなんや、すごいね、いたりするから、だから誰もが始めやすいなっていうのでもあるし、なんかいろんな時にいろんなことを共有できるなっていうのもなんかすごいいいから、まあ、もっとライブ配信が当たり前みたいな感じになっていきたいなって、わかる、うん、思ってます。頑張りましょう。頑張りましょう。ということで、はい、いろいろ撮れましたので、はい、やった。え、お疲れ様でした。やったどうでした、やってみて。いや、楽しかった。楽しかった。ちょっと良くなりました。え、あの、うん、すんごい仲良くなりました。うん、なりました。これからね、2人の活動もね、うん、いろんなところでまだ見れると思うので、はい、どうぞ3人一ともどもよろしくお願いします。よろしくお願いします。以上、しおみとゆかりでした。新人王ありがとうございました。